藤田医科大学岡崎医療センター無症状感染者を受け入れ、COVID19 で本日、藤田医科大学の救急センターにあたる岡崎医療センターがクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号において COVID19 の感染が確認された無症状感染者を受け入れることが 明らかになりましたこちらは今年4月に会員予定でありまだ会員されておらず厚労省の要請によって決定された模様ですこの岡崎医療センターはベッド数が400ほどございますがこういった協力は非常にありがたくこのような感染症の拡大を防ぐためには まずは治療薬、ワクチン、会員検査キットが開発できるまでは感染者を隔離するしかありませんので、日本政府には今後もすべての感染者について隔離を徹底し、これ以上 COVID-19 が日本国内において感染を拡大させないように 徹底的に対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。